エベツだよ。今日は2021年9月11日、気温23度、天候曇り。ここは元国道337号、公営町です。今回は郵便局や警察署、市役所を巡っていきますよ。じゃあなんでここに来てるの？大丈夫、今からエベツ発の郵便局に行きますよ。明治13年、エベツ郵便局の前身、追試仮郵便局が開局しました。業務を行ったのは追試仮駅停所。そう、独立した郵便局があったんじゃなくて、駅停のサブ業務でした。配達はせず、当初札幌からの輸送はなんと月6回だけでした。エベツ郵便局開局に伴い、明治19年に廃止されました。追試仮は、エベツ発祥の地。前に来てますよ。よかったら見てください。今日は狭いエリアを回るので、同じところを行ったり来たりします。この道は札幌からエベツまでの道で、最初に開通した道です。石狩大橋の前に集落があるのは、ここが要所だったことを忍ばせますね。あれ、道が大きく曲がってますよ。春に探検しましたよ。国道12号のルート変更で工場用地が分断されました。それじゃあ紙が作れないよってことで、道を曲げて工場拡幅したんですね。これが一丁目通り、エベツ最古のメイン通りです。そしてこちらが新エベツ橋、国道12号です。工場の中を国道が通っていますよ。分断された側は使い勝手悪そう。見る限り何も使われていないようです。橋の奥は工場って感じですね。分断された一丁目通り、工場内道路として今も現役ですよ。かつてのにぎわいを感じる一丁目通りを進みます。そろそろ目的地ですよ。エベツに移ってきたよ。明治14年、鉄道が開通し、村の中心になったエベツ。明治19年、郵便局は追試仮からエベツに移ります。この建物は、大正11年に建築。昭和28年まで使われました。その後小児会員になり、今は小劇場併設の喫茶店です。もうすぐ築100年の建物は、今も現役です。それでは次は2代目局舎へ行きましょう。駅前の御茶楼本町通りへ入ります。石畳風の一方通行路に面して立ってます。今は商工会議所です。この建物が当時のままなのかは、調べてもわかりませんでした。ただどことなく、郵便局っぽいですよね。この当時、今の商工会議所の位置に、郵便局があります。昭和30年代からの写真で見てみても、建物は同じに見えます。拡大して確認するよ。増築はされてそうだけど、やっぱり今と同じだと思うよ。会議所では今でも切手とか売ってますよ。今の郵便局はどこなのかな？行ってみよう。車がたくさんの国道12号です。昭和53年、エベツ郵便局はここに移転しました。今もここで営業中です。昭和51年、国道12号が今のルートになったよ。郵便局は国道沿いに作るものなのかな？今も昔と同じ周波郵便局ですよ。エベツ郵便局の次は何を見ようかな？今は中央公民館ですよ。明治20年、札幌警察署、エベツ分署として発足。大正13年、エベツ警察署になりました。少なくとも昭和43年までは、ここにありました。それでは移転後の警察署へ行ってみよう。何か気に触ったのか、このバスに煽られたよ。警察署も、国道12号沿いに移転しました。エベツ市、新篠津村を所管します。市内に6つ交番があるほか、角山と新篠津に駐在所がありますよ。建物は少々古めで手狭なようです。なのでこんな建物あります。さすがに違うかな。まあ
倉庫かなんかですかね。神社山の裏の道まで戻ってきたよ。今回は行ったり来たり、一つずつ探検してますよ。さて、お次は何かな。江別駅へ向かって伸びる旧国道12号。そんな旧国道沿いにあるのが、今は農協が建ってます。昭和41年に現庁舎に移転するまで、ここに市役所がありました。木造2階建てで、大正14年建築だったそうです。昭和29年に市になった江別。町の発展に合わせて増築を重ねた庁舎は、限界に達していたようです。あれ、デジャブか。今日は同じところ何度も通りますね。先週も高校巡りで通ってるし、緊急事態が明けるまではこんな感じになりそうです。話を市役所に戻します。この移転には相当な反対運動があったようです。江別とのっぽろの中間に市役所は移転しました。移転は55年前です。主に移転に反対したのは江別市街地の住民でした。のっぽろ市街地の発展が始まっていたし、江別駅前を通っていた国道のバイパス化決定。その上、市役所まで移転したら町が衰退すると危機感をあらわにしました。今の現実を見るとその危機感は当たっていますね。ただ大浅の開発も始まっていた当時、町全体のことを考えれば最良の選択だったかもしれません。今計画されている新庁舎は現庁舎の真裏です。たまたま隣に空き地あってよかったですね。さて、次はのっぽろへ移動しますよ。画像では伝わりにくいと思いますが、今日は風が強くて体力を消耗します。のっぽろではのっぽろ郵便局を探検しますよ。のっぽろ駅付近ですよ。現在ののっぽろ郵便局はここです。昔はどうかな。のっぽろ郵便局は明治38年三等局として開局します。三等局とは民営化前の特定局のことです。その後時期不明ですが、駅近くに移転します。移転先は斜め通りの北側なのか南側なのかは地図からは分かりません。戦後も特に変化ないんですが、突如地図から消えます。昭和41年に移転したらしいんですが、移転先が不明です。現局舎は昭和63年新築。この頃は空き地になってますよ。さて、この間はどこにあったのか拡大して見てみましょう。現局舎はここ、移転前はここです。近くにある郵便局はこことここ。こっちは今ののっぽろ駅前郵便局で、こちらには今総裁場が建ってます。斜め通りから現在総裁場のところに移転するとき不便になるから、のっぽろ駅前郵便局ができたという仮説が成り立ちます。現在の総裁場付近ですよ。この建物がのっぽろ郵便局なのかな。ネットをなんまら漁りましたが、当時の写真見つけられず、いつも特定できませんでした。流行り病で図書館は閉館してるので調べる術がありません。道道のっぽろ停車場線は再開発の真っ最中です。この道沿いにあるのが、今はビルになってます。明治33年のっぽろ郵便受取所として開設。5年後にのっぽろ郵便局になります。のっぽろ駅前は再開発でなまだ変わってます。現在ののっぽろ駅付近です。再開発の前は斜め通りありますよ。昭和41年までは郵便局があったこの地、斜め通りには今建物が建っています。もし斜め通りの南側に郵便局があったとすると、この空き地が跡地になります。別角度から見てみましょう。この空き地が郵便局跡です。跡形もないですね。もし斜め通りの北側にあったとすると、この建物は旧斜め通り上にあります。地図を見るに
隣の駐車場っぽいです。道を渡ってきました。ビルの隣の駐車場は跡地っぽいですよ。特定郵便局なら立地できそうな面積ですね。初代のっぽろ郵便局の辻向かいに素敵なお店がありますよ。ソフトクリームが美味しそう。店内の雰囲気はこんな感じ。雑貨屋さんにカフェが併設されてます。見ているだけでも楽しいお店です。女子はこんな店好きですよね。中高年男子には勇気がいる店かな。頼んだのはメープルのパフェです。こちらの名物クレミアソフトがたっぷりです。早速いただきます。疲れた体に栄養補給します。なまら濃厚な味わいです。ごちそうさまでした。のっぽろの飲食店街を通っていきます。国道12号に出ましたよ。ここはみんな知ってるよね。昭和44年、特定局から普通局になったのっぽろ郵便局。昭和63年大きくなって移転してきました。国道と道道が交わる交差点で今日も元気に営業してますよ。次行きます。今回はのっぽろ郵便局について。完全に調べられなくてすいません。ここまで資料がないものかと困惑しました。次は皆さんが毎日見てるあの画像の基地ですよ。江別一の重要施設かも。北海道情報大学の敷地内にその施設はあります。天気予報で見てるよね。気象衛星ひまわりとの送受信施設は埼玉県都江別にあります。江別にあるのは非常時の代替施設となる副局。看板の説明によると、ここでも365日24時間更新してます。もしかすると今朝見たひまわり画像は江別で受信した画像かもですね。最後に訪れたのは国家機関ですよ。江別市役所別館の裏にひっそりあります。名前長いです。石狩川など6つの河川について9市町村にまたがって管理しています。河川にある排水機場などの施設や遊水地を管理してるよ。私の動画ではたびたび登場しますよね。さて、そろそろおしまいにします。ちらちら映っていましたが、今回からチャリ変えました。眠っていたちょっと古いクロスバイクを整備して乗ることにしました。パンクした時、自転車屋に駆け込んでいた私も今では自分でタイヤやチューブを交換できるようになったよ。必要に迫られると人間は進歩するものです。ギアの磨き上げが足りなかったので、次乗る前にまた整備しますね。今回は慣らし運転ってことで距離はノルマ達成だけど少なめです。次は何の今昔を探検しようかな。リクエストありましたらコメント欄にどんどんお願いします。よろしければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。このチャンネルの登録者数が400人を超えました。ひとえに皆様のおかげです。本当にありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。